皆さんこんにちは。美奈子の部屋へようこそ。今日はスタンダードのワルツのナチュラルスピンターンの女性の踊り方3つご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。予備歩から1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、一度踊らせていただきました。女性がナチュラルスピンターンを踊るときに気をつけてほしいこと、一つ目です。軌道を理解するということ、これはものすごく重要になります。男性と女性が踊る上で2人がスムーズに入れ替わるためには緩やかなカーブを起こしていかなくてはいけません。ここから動画を使いながらナチュラルスピンターンの軌道についてお話ししていきます。それではどうぞ。ナチュラルスピンターンというのは右に緩やかにカーブしていくステップです。体全体で右へのカーブを描きながらステップしていくと、全身から後退に緩やかにステップしていくことができます。反対方向から同じように右にカーブしながらステップしていくと、全身から後退のステップがバランスよく踊れます。直線で踊ろうとすると後半に急激なカーブが来てしまってバランスが取りづらくなってしまいますね。緩やかなカーブで入れ替わるようにしてみてください。はい、女性がナチュラルスピンターンを踊る上で気をつけてほしいこと、2つ目です。スピンターンに入るときに体全体が同じタイミングで出ていけるような準備をしてあげるということが重要になります。こちらも映像を使って説明していきます。どうぞ。ナチュラルターンから続けて踊ってみたいと思います。ナチュラルターンが終わった後にここでしっかりと踏み替えの動作を行います。乗ってない方の足を早めに前に準備してあげることによって胴体と足がほぼ同じタイミングで前に出ることができます。そうするとバランスよくスピンターンに入ることができます。反対方向からもう一度ナチュラルターンから終わったら踏み替えの動作、そして足を早めに準備して胴体と下半身が同じタイミングで出るようにします。女性がナチュラルスピンターンを踊るときに気をつけてほしいこと、3つ目です。頭を優先的に使うのではなくて胴体を優先に使うようにしてみてください。こちらも映像を使って説明していきます。頭はその場に置いておきながらボディが進行方向に先行するようなイメージで動いていきます。すると頭はボディにつられて後からついてくるような感じになります。悪い方をやると頭を優先的に相手から離していく方向に踊ってしまうと左に傾きがついてしまってバランスを崩しやすくなってしまいますので、先ほど説明した右へのカーブを描きながらカーブに沿って自分の体を使っていった結果、頭が後からついてくるように動いてみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ナチュラルスピンターンというのはすごくバランスが崩しやすいステップです。回転量も多いし入れ替わりもたくさんあるので、ちょっとベーシックにしては難しいステップだと思います。ですので今日お話しした3つのことを注意しながら女性の皆さんはシャドウを練習してみてほしいと思います。それでは皆さん頑張ってください。